はい。はい。ライトつけないですよね。ライト？ライト。うん、ああすいません、ヘッドライトつけてます。あ、ごめんなさい。ああ大丈夫です。自転車の防犯登録がされてらっしゃいますよね。はい。自転車の防犯登録がされてらっしゃいますよね。ああ無論ですよ、はい。ちょっと確認だけさせてもらってもよろしいですか。すいません。はい。ごめんなさい。はいはい。ちょっと。あ、じゃあそちら、はい。ごめんなさい。はいはい。これから皆さんでお出かけされるんですか。あ、なんでですか。いや、あの警視庁の防犯登録でいらっしゃるんで。はい。名前だけ。あの久保田さん。久保田さん名義で。まあ僕名義です。はい。ちょっとごめんなさい。まっすぐにしてもいいですけど、ちょっと動かしちゃいます。言えば大丈夫なんですか。ああ多分ね、俺だって銀さんですよ。盗んでないから。あ、銀さんです。あ、違う、あのこの人、あのクラウチさんっていう人ですよ。はい、銀さん。いや大丈夫です。わかりました。はい、あ、すいません。大丈夫です。はい、大丈夫です。あれしてください。はい、気をつけて。はい、あ、はい。あれわかりました。いいえ、とんでもないです。すいません。いいえ、ありがとうございます。ちゃんとこの、いや、クラウチじゃん。なんかめっちゃ早く解放されたんだけど、なんかクラウチさんは徹底的に調べられて、俺だけなんかっていう感じ、すごい早くなんか釈放されたんだけど、なんなんだ、クラウチさんはまるでね、化け物がなんか肉を食い逃げしたかのごとく徹底的に調べられて、最初に捕まった俺だけなんかすごい早く解放されて、クラウチさんだけは本当に長時間拘束されてんだけど、不思議なこともあるもんですね。